女性自衛官教育隊は、朝霞駐屯地に駐屯する東部方面、混成団霊下の教育部隊。女性自衛官、ウーマンアーミーコープスの教育担任部隊。自衛官候補生家庭、一般総候補生前期家庭、陸総候補生家庭の教育担任部隊であり、女性の新隊員、陸総の統合教育部隊として指定されている。自衛官候補生の入隊で、 東部方面体管内である、首都圏、新越地方、静岡県の自衛観光補正の採用者が多い。希望に応じて他の道府県の採用者が入隊する場合もある。一般総合補正の入隊については、自衛観光補正よりも採用数が限られ、各都道府県の一般総合補正の採用者が入隊する全国で唯一の女性新隊員教育隊である。 各部隊、機関等に所属する、陸総候補生たる、陸市長の女性自衛官が入校する全国で、唯一の女性陸総教育隊である。さらに北部、東北、中部、西部の方面混成団霊下の教育大隊、陸上自衛隊通信学校通信共同隊が、自衛官候補生課程の教育を担任。時期は未定であるが、 システム通信断例下の中央野外通信群が、移中のため入れ替わる形となる。教育理念は、強く、明るく、麗しく。新隊員教育約3ヶ月、陸上自衛官となるために必要な基礎的な知識、及び技能を習得するための教育を行う。首都圏、新越地方、静岡県、希望に応じて、 他の道府県の自衛官候補生の採用者が教育を受ける。約3ヶ月、陸上自衛官として必要な基礎的な知識を呼び、技能を習得するための教育を行う。各都道府県の一般総合補生の採用者が、教育を受ける。陸僧教育約3ヶ月、初級陸僧として必要な共通的知識を呼び、技能を習得するための教育を行う。各部隊、 機関等に所属する陸総候補生たる陸市長の女性自衛官が教育を受ける。かつて担任した教育、いずれも約3ヶ月陸上自衛官として必要な基礎的な知識を呼び、技能を習得するための教育を行う。2013年度自衛官候補生入隊式、執行者に敬礼、4個方面混ダン教育大体、1個職種学校が担任。 北部方面混成団、第120教育大隊東北方面混成団、第119教育大隊中部方面混成団、第109教育大隊西部方面混成団、第118教育大隊大陸上自衛隊、通信学校通信共同隊写真、東部方面混成団女性自衛官教育隊夫人、自衛官学生隊夫人自衛官教育隊女性、自衛官教育隊、 ありがとうございます。